皆さんこんにちは、ウプ主のザンジと、マリサ、ルイム、ヨウムです。よろしく。ということで今回はモカの星4が追加されたのでとりあえず回収しておきたいと思います。何百枚からも当たるのが当然みたいに思ってんだ。クリスマスのモカちゃんが復刻するのも機会だろうしできればスターは温存しておきたかったわね。そしてクリスマスが終わったらすぐに年末年始のドリフェスもあるのでここでモカちゃん投入とは運営さん本当やらしいタイミングですね。とまあ今回はランちゃんも新規追加ということで20連だけしてコンプしていきたいと思います。だからなんで通常確率でここまで星4当てる自信が持てるんだよ。このタイミングでモカちゃんが追加されちゃったから色々やけくそになっちゃってるのよね。それでは今回は20連ということなので最初の10連引いていきましょう。ドリフェスと違って星4率は 3% だからあまり確定演出は期待できないぜ。ここで当たってくれるのが一番だけど最悪今回は期間限定じゃないからドリフェスの時にでも一緒に狙えるわね。またモカのコンプリートへの道が遠ざかるから当たらなかった時のことはあまり考えたくないぞ。さあまずは悲しき黄色演出。ここから星4を出すにはいつも幸運を与えてくれるひなちゃんを当てるしかないわね。いやそのひな伝説いつまで続いてるんだよ。さあまずは星3ハグミちゃん取得済みですね。正直爆死する未来しか見えません。急に自信なくしてんじゃねえか。いやーけど本当に今回のガチャ何回引くか迷ったんですよね。クリスマスの復刻ガチャでがっつり引くためにスター貯めてたんですがスターある状態で推しの星4が追加されちゃったら引かざるを得ないですよね。言ったでしょ、目に見える証拠があるって。お、最後の確定枠はガチャ動画解禁賞のひなちゃんね。ひなが当たった後は必ずと言っていいほど何かいいことが起きるから次の10連は期待したいな。あれひなちゃん。ひなちゃんが当たったのに確定演出でないなんてひなちゃん生徒会長失格ね。いやだからヒカはひなの排出を勝手に確定演出にするな。どうやらヒカはひなの伝説はドリフェス以外には通用しないようだな。視聴者の皆さんもドリフェス期間外は気をつけましょう。まずウプ主がいるヒカはひなの伝説を真に受けないように気をつけるんだぜ。なんだか星にまでひなちゃん率上がってる気がするけどきっと気のせいよね。さあ早くも20連目も終盤ですね。私はね、友達を全力で放っておかないの。そして最後の確定枠は新規星さんのひまりちゃんをいただきだぜ。復刻ガチャに向けてスターは残したいので今回はここで撤退ですね。ということで今回の動画はここまでです。期間限定のモカの復刻に向けてスターを温存したかったので今回はかなり妥協してしまいましたが、今回のモカは期間限定ではないので今後引いていくガチャで同時に狙っていきたいと思います。今回のガチャ引いた人はぜひコメント欄で結果を教えてくれだぜ。星4モカちゃんが当たったよって人、当たんなかったよって人はぜひ高評価よろしくね。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。